アセチルサリチル酸は代表的な下熱鎮痛剤の一つでヒステロイド性抗炎症薬の代名詞とも言うべき医薬品。ドイツのバイエルが名付けた商標名のアスピリンがよく知られ、日本薬局法ではアスピリンが正式名称になっている。消炎、下熱、鎮痛作用や抗血小板作用を持つ。サリチル酸を無水酢酸によりアセチル化して得られる。アスピリンは 関節炎、痛風、腎血石、尿路血石、片頭痛。さらに、小規模から中規模な手術後や、外傷、生理痛、脂痛、腰痛、筋肉痛、神経痛などの鎮痛目的で使用される。このほか、高血小板薬として使用する場合もある。アスピリンは単独もしくは併用処方により、特定タイプの頭痛を効果的に治めるが、 他のタイプの頭痛には有効性は疑問視されている。二次性頭痛、すなわち別の障害、または外傷によって引き起こされる頭痛については、医療専門家による治療が必要である。頭痛は国際頭痛標準分類において、緊張性頭痛、肩頭痛、群発頭痛と区別されている。アスピリンや他の OTC 鎮痛薬は、緊張性頭痛の治療に、 効果的であると広く認識されている。アスピリンは片頭痛の治療における第一選択肢であり、特にアスピリン、パラセタモール、カフェインの合剤は低用量スマドリプタンと並べられる。最初に片頭痛が始まった時、これを止めるのに最も効果的である。アスピリンの減熱効果は頭痛軽減と同じく COX 阻害効果によるものである。 成人に対する下熱投与は広く確立されているが、一方で、子どもの発熱、ウイルス感染症、細菌感染症への使用については、米国家庭医師会、米国小児科学会、米国 FDA 含む多くの医学会及び、規制機関らは、稀に、来床抗群といった深刻な病気を招き得るため、アスピリン、または、他のサリチル酸塩を使用しないよう強く勧告している。 1986年に FDA はアスピリン含有薬について来症抗群のリスクのため青年への使用を推奨しないことをパッケージラベルに記載するよう要求した。アセチルサリチル酸はそのアセチル元が血小板シクローキシゲナーゼを不可逆的に阻害することにより血小板の凝集を抑制して血栓の形成を妨げることから脳梗塞や 拒欠精神疾患を予防するために、高血小万歳として、少量のアセチルサリーチル酸を処方することがある。このほか、アセチルサリーチル酸の少量を長期服用で、発がんのリスクを減少させることができるとの報告も、ある。特に、アメリカ合衆国では疾患を持っていなくても、日常的にアセチルサリーチル酸を飲む人が多く、現在でもアメリカ合衆国は、 アセチルサリチル酸の大量消費国であり、年間に1万6ただし、アセチルサリチル酸の過剰摂取は、その副作用によって、胃潰瘍などの諸症状の原因となる。さらに、鎮痛作用によって、病気の症状に気づくのが遅れることがあり、注意が必要である。アメリカ合衆国では年間で10万人弱が、副作用の胃痛で入院し、2000人が死亡していると言われている。 アメリカ合衆国における薬の副作用被害の4分の1をアセチルサリチル酸が占めているとも言われる。胃障害が生じる可能性がある。胃細胞に取り込まれたアセチルサリチル酸は、胃粘膜保護に関わるプロスタグランジンの酸性を阻害し、胃酸分泌の阻害を引き起こす。家の副作用を抑制するために、現行の市販薬は胃を保護するための薬を、 配合しているものが多い。例えばケロリンのような、富山の配置薬は、和勘薬の経費末を配合している。他に代表的な市販薬バファリンは、アセチルサリチル酸を、生産剤であるダイアルミネートで包んでいる。風に感染した小児が使用すると、来生抗群を引き起こすことがある。肝障害を伴った重篤な脳障害で死亡する危険があるため、小児への使用は禁忌。 小児の下熱鎮痛薬は、アセトアミノフェンを使用する。なお、抗尿酸血症の原因の一つとして、アセチルサディチル酸の服用が挙げられているので、痛風患者は、鎮痛剤としてのアスピリンの服用は避けるべきという、説がある一方で、尿細管内での尿酸再吸収を抑制するため、尿酸排泄促進剤としても使用されている。また、 工業欠を目的に工容量のアセチルサリチル酸を服用しても効果が現れないばかりか、胃に多大な負担をかけるので注意が必要である。アスピリンはヒピリン系の薬品であり、アンチピリンのようなピリン系の薬品ではない。カタカナ表記ではピリンの部分が同じなので混乱しやすいが全く無関係である。従ってアスピリンとピリン系の薬品とでは副作用も異なる。 一般的な副作用は次の通りである。吐き気、消化不良、消化器解瘍、出血、肝臓酵素増加、下痢、ふらつき、死お及び体液定流、高血圧、図だ。稀な副作用は次の通りである。食道解瘍、心不全、高カリウム血症、腎臓障害、混迷、気管死痙攣、発疹。また、医療用医薬品の添付文書には、 頻度は不明であるが重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、頭蓋内出血、肺出血、消化管出血、微出血、眼底出血、中毒性表皮へ死有解消、皮膚粘膜がん症候群、白脱性皮膚炎、再生不良性貧血、血小板減少、白血球減少、全速発作誘発、肝機能障害、横断、消化性潰瘍、小腸、 大腸海洋が掲載されている。メカニズムを解明したのは、イギリスのロイヤルカレッジ薬理学教授、薬理学者、ジョン・ベイン博士。1971年、彼は、アセチルサリチル酸は、体内での伝達物質の合成を抑制し、痛み、発熱、炎症に効果を発揮することを、解明発表した。実に、ホフマンの合成から70年以上の歳月が、経過していた。 アセチルサディチル酸はシクロオキシゲナーゼをアセチル化することにより阻害し、プロスタグランジンの酸性を抑制する。つまり、アラキドン酸と競合して、シクロオキシゲナーゼを阻害する他のヒステロイド性、抗炎症剤とは異なる基準により、抗炎症作用を示す。炎症、発熱作用を持つプロスタグランジンが抑制されることで、抗炎症作用、下熱作用を発現する。 この時の容量は 330mg1 日3回である。また、シクロオキシゲナーゼは血小板の作用に関係するトロンボキ酸の合成にも関与している。アセチルサリチル酸はトロンボキ酸作用も抑制するため、高血小板作用も有し、高血小板剤として 81mg から 100mg を1日1回の投与を行うことがある。 プロスタグランジンを発見しアセチルサリチル酸の抗炎症作用のメカニズムを解明した薬理学者のジョン・ベイン、ベンクト・サム・エルソン、スーネ・ベルクストロームの3人は1982年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。プロスタグランジンの研究はこの後急速に脚光を浴び生化学の最先端分野の一つとして今日に至っている。アセチルサリチル酸の結晶体。 アセチルサリチル酸は以下の手順で合成される。フェノールを高温と高圧の下で二酸化炭素と水酸化ナトリウムと反応させてサリチル酸の二ナトリウム塩を合成する。このカルボキシカはコルベシミット反応と呼ばれフェノラートアニオンは共鳴効果によりオルトくらいの嗅覚性が高まりこれが二酸化炭素に対して嗅覚負荷反応する。後処理で二ナトリウム塩。 気流酸で中和し、サリチル酸を有利させる。このサリチル酸に無水酢酸を作用させてアセチル化し、アセチルサリチル酸を得る。現在、バイエル薬品株式会社が製造販売するアスピリンとアスピリンに生産肝障剤を加えたライオンのバファリン粉末状で胃粘膜保護のため和感が加えられた戦闘の広告としても有名な。 富山めぐみ製薬のケロリンが特に知られており、それぞれ複数の後発医薬品企業から、極方品や後発品相当の製品が発売されている。ここでは、バイエルのアスピリンについて記載する。一畳あたりアセチルサリチル酸5 0 0 m g を含有するバイエルのシンプルな製品で、2001年10月から日本で明治製菓がバイエルと提携して発売し、 2008年10月からは、佐藤製薬が発売している。指定第二類薬品である。適応症は、下熱や頭痛、外傷痛など、各種の鎮痛。ライオンのバファリン A よりも、1錠あたりのアセチルサリチル酸そのものの量が多く、生産剤を含まないことから、効果そのものは強い。ただし、家の負担を軽くする、産剤を含まないため、使用上の注意に、 十二指腸海洋を起こしている人は、服用しないようにとの正し書きがある。合成、ヒドロタルサイトを含むバファリンの場合は、同症状の場合、医師、または薬剤師に相談せよとはあるものの、服用してはいけないとは書かれていない。適応外使用で、産婦人科領域などでも、抗凝血を目的に使われることがあるが、出産予定日12週以内の妊婦には近畿である。近年、 大腸癌の死亡率低下作用が期待されている。バイアスピリン状 100mg、編集1錠あたりアセチルサリチル1 0 0 m g を、含有する処方箋医薬品。低用量のアセチルサリチル酸を投与すると、高血小板作用が現れることで、日本のウソ中学会、日本循環器学会からの高血小板剤としての、承認、発売要望などから、 平成11年2月1日付け厚生省医薬品第104号通知適用外使用に係る医療用医薬品の取扱いについての適用条件に本在が該当すると判断し承認申請2000年秋に心筋梗塞、狭心症、拒血性脳血管障害の血栓促線形成抑制の効果で承認薬価収裁され2001年1月に発売された 川崎病に対しても、臨床的に有効かつ安全な治療法であることが実証されていることから、本在の追加効能として、承認事項一部変更承認申請を行い、その後、日本省に循環器学会から、厚生労働省に対して要望書が提出され、2005年に承認、川崎病の治療にも適用が拡大された。アスピリン、バイエル、 編集乳幼児向けの投薬量が調整しやすいように、新規にアセチルサリチル酸の粉剤を開発し2006年に発売された。川崎病の治療のほか、バイエルアスピリンと同様の下熱鎮痛にも適用されている。フェリックス・ホフマン柳の鎮痛作用はギリシャ時代から知られていた。紀元前400年頃、ヒポクラテスは柳の樹皮を 熱や痛みを軽減するために用い、葉を分娩時の痛みを和らげるために使用していたという記録がある。19世紀には、柳の木からサリチル酸が分離された。その後、アセチルサリチル酸の出現までは、サリチル酸が下熱鎮痛薬として用いられたが、サリチル酸には強い胃腸障害が出るという副作用の問題があった。しかし1897年、 バイエル社のフェリックス・ホフマンによりサリチル酸がアセチル化され副作用の少ないアセチルサリチル酸が合成された。バイエルアスピリンの広告ヘロインなども宣伝されている。アセチルサリチル酸は世界で初めて人工合成された医薬品である。1899年3月6日にバイエル社によってアスピリンの商標が登録され発売された。 翌1900年には粉末を常剤化。発売してから、わずかな年月で、鎮痛薬の一大ブランドに成長し、中でも、米国での台頭は目覚ましく、20世紀初頭には、全世界のバイエルの売り上げのうち3分の1を占めた。しかし、第一次世界大戦のドイツの敗戦で、連合国によって商標は取り上げられ、1918年、敵国財産没収によりバイエルの、 商標、社名、そして、社称までもが競売にかけられた。この時から76年間、1994年に、バイエルが、すべての権利を買い戻すまで、米国では、バイエル社製のアスピリンは姿を消すが、しかしこの前もアスピリンは権利を買い取った、スターリング社によって製造される。その商品名には、バイエルアスピリンがそのまま使われ、しかもバイエルクロス付きで売られ続けた。 バイエルアスピリンというブランドがいかに人々の信頼を得ていたかを示すエピソードの一つであったとも言える。第一次世界大戦後のアメリカ合衆国では、禁酒法や大恐慌などによる社会的ストレスからアセチルサリチル酸を服用する人々が激増し、アスピリンエイジという言葉が生まれたほどであった。アセチルサリチル酸は頭痛を緩和するものの脳がつかさどる。 精神疾患の治療には役立たないことが現在では知られている。しかし、当時の医学では頭痛と精神疾患との関係は不明瞭であったため、アセチルサリチル酸が用いられた。ありがとうございます。